皆さんこんにちは、ガジログです。今回は、ワンモアスリープバッツ Z30 というワイレスイヤホンをご紹介いたします。こちらのモデル、ただのワイレスイヤホンではなく、特に横を向いて寝る方に特化しました、耳を圧迫しない装着感を実現している、いわゆる寝ホンのジャンルになります。ということでね、初めて私も使うんですけども、実際に使ってみた上でのファーストインプレッションも後ほどご紹介いたします。それでは早速本日も行ってみましょう。 では、ワンモアスリープバッツ Z30 の主なスペックをご紹介いたします。このモデルは先ほどお伝えしましたように、ネホンと言われていまして、特に横を向いて寝るために最適な形状、そして装着感となっている、非常に軽量なワイヤレスイヤホンとなっています。しかも重さがですね、2.7g と A4 用紙よりも軽量と言われています。そして、ボディの厚さがなんと 7.5mm というね、非常にコンパクトですね。本当に豆のサイズという感じでしょうかね。後ほど確認してみたいと思います。 そしてこちらの Z30 夜の静けさに包まれるとありますけども24デシベルのパッシブノイズキャンセリングとなっていますこのパッシブノイズキャンセリングって何なのってことなんですけどここにねちょっと付け加えていますが物理的な遮音ということですね耳栓のようにね塞いでっていう形になりまして最大で24デシベルの物理的な遮音をしますよってことになりますそして音質にかかる部分になりますがコーディックは AAC になっていますそしてバッテリー持ちになりますけども再生モードは2つ あありまして、1つは音楽モードとなっていますこちらはスマホで通常の音楽を再生した場合ですね最大で6時間充電ケースと併用した場合はプラス18時間になりますので合計で24時間のバッテリー駆動となっていますそしてもう1つヒーリングモードとありますワンワンの専用アプリの中にあります30種類の音の中から6曲を選択することができるんですけどもそちらを再生した場合最大8時間となっていますまたケースを併用した場合はプラス24時間で合計32時間の バッテリー駆動となっていますそしてね先ほど触れましたけどもワンモアのアプリの中にリラックスするためのヒーリングのサウンドが入ってますね30種類の没入感のある音を用意してあなたを夢の中へ誘いますよと出ていますね というわけで、こちらがパッケージ内容となっています。まず、ワイヤレスイヤホン、本体そのものになります。そして、ワンモアの録音が入っていますけども、持ち運び用のこの簡単なね、巾着袋のようなものも入っています。そして、予備のイヤーピースもね、いろんな種類のものが入っています。さらに、もうすでにお持ちの方も多いと思いますけども、充電用の USB ケーブルも入っています。そして、日本語に対応しましたね、ユーザーガイドと QR コードも入っています。ということでね、外観を見ていきたいと思います。まずもっ 感じになりますすが小さめの卵かなという感じですねまずこの蓋の部分ですねスリットがついていて蓋が開けやすくなってるのもいいですね開きますと LED のインジケーターがこのようにグリーンに点灯しましたそして背面には充電用の USB Type-C のポートがついています そして本体のテーブルになりますが、滑り止め素材の材質になりますけども、グリップのいい感じになっていますね。こちらに擬摘マークもありますし、滑り止めのね、やっぱり素材になっています。そして上にはね、ワンモアのロゴも入っています。 開けてみますと、いかがでしょうかいやー、めちゃめちゃやはり小さいですね。驚きのサイズという感じです。このね、L と R とありまして、充電してるときは、インジケーターが付くような仕様となっていますね。こちらの本体にこのように装着しますと、LED のインジケーターがね、通電して、もう今ね、満充電ということでしょうかね。ランプが消えました。そして、撮ってみますと、いやー、小さいなーという感じですね。こんなに、 小さいです小指の先端ぐらいのサイズでしょうかねとにかく小さいです そしてね、こちらの音が出る部分のスピーカーになりますけども、かなりね、細かい仕上げになっていますね。さらにこれを外してみますとね、こんなような仕様となっています。ということでね、こちらが右側と左側になりますけども、使い終わった後にケースに入れて戻しておかないと、なくしてしまいそうなね、サイズ感となっています。そして、こちらのケースになりますが、内側がこんな感じになっています。ワイヤレスイヤホン、やはり小さいのもありまして、浅めの位置に乗っかるような感じですね。イヤホンを充電するときは、こんな向きで 充充電すすする形形ににななっててていいいまままそしし使い終わりりたら蓋を閉めとうでは、気になる重さを測ってみたいと思います。リアーピースが付いている状態になりますけども、2.6g と出ましたね。めちゃめちゃ軽いですね。もう一つ置いてみたいと思いますが、5.3と5.5を引きめぐっていますけども、大体いいこのぐらいの重さとなっています。そして、ケースを置いてみますと、合計で 39.6g でしょうかね。こういった重さになっています。 でね本といえどもやはりサウンドが気になるところだと思います YouTube ミュージック上にありますイーグルスのゲットバイ e ですねこの曲をサンプルとして今回聴いてみたいと思います今ね装着してみましたら、ね、やはりね耳栓状態になりまして最大24デシベルの遮音性があるっていうね装着してみてそれがよくわかりますではこれから音楽をね実際再生し最初の印象をお伝えしたいと思います オープニングのギターサウンドですね。結構ね、透き通る感じで、広がりも感じます。ボーカルもね、はっきり聞こえますね。特にこもった印象はないですね。ギターのエッジも効いてますね。この曲はいろんなワイレスイヤホンで聴くんですけど、低音はかなりね、弱めかなという印象です。しかしながら、中1回小域にかきましては、まろやかな感じでありながら、クリアなギターサウンドを聴くことができます。 ということでね、今、聞いてみましたけどもこのサイズ感にしてはなかなかいい音が出るなという印象です、これから実際、ですね一晩使ってみた上でファーストインプレッションをこの後お届けしたいと思います。 あれからですね、一晩使ってみたんですけども、実際ね、その使用感をお届けしたいと思います。ワンモアのアプリを開きますと、リスニングモードで音楽と落ち着くっていうのがありますね。その中の音楽を聴いた時の印象になります。昨晩ですね、中心前にずっとですね、1時間から2時間ほどよく聞く音楽を聴いてみました。その印象としましては、一言で言いますと、優しい音色という感じになります。角の取れた柔らかな、本当にこう、眠りに誘導されるような音色に仕上がった てるなという感じですこれはあえてそういった音色にしてるんじゃないかなという感じですやはりネオンということで重低音が効いていたり中高音が本当にこう透明感があって臨場感があるっていうそういうわけではなく本当にまろやかな感じでそのうちねうとうとしてくるような音色じゃないかなという印象でしたそしてですね次にリスニングモードを落ち着くの方ですねこれセットアップで今完了になりましたがこのモードにしましてこのヒーリングサウンドっていうのがここにあるんですけどもここにスプリングボーターとか サマーレインとかですね。また、こういった焚き火の音でしょうかね。こういった傘に当たる雨音とか、いろんな音をここからワイルスイヤホンに直接再生することができるんですけども、これをね、再生した時の印象になりますけども、こういったヒーリング系の音に特化してるなという印象でした。また、YouTube ミュージック上でこういった波の音、自然の音とかね、こういった音も再生してみたんですが、音質に関しましてはほとんど違いはありませんでしたね。こういったところからですね、個人的に思うところ はは普段使使使いののワイイヤヤレスイヤホンととししててうう用途でででなくあくあまでもも寝すね就寝時に使うものとしてこのまま寝落ちしてもいいよっていうそういった音色になってると思いますですのでこれで高音質の音楽をガンガン楽しみたいといったそういった用途ではないのかなという感じですあくまでも就寝時に寝落ちしてもいいといったそういった用途として見ていただいた方がいいんじゃないかなと思いますそして次に気になるところとしましてはやはり装着感になりますねもうなんといってもですねとということでこでのの小型の サイズ実際にににに装着しししししてててみままたたらやはりりここのの形形形状状ががですね耳の形をよくく研究して枕に干渉しにくいいいなっているってこととうかりました具体的に言いますと、これを装着した上で、枕に頭を乗せますと、顔はね、天井を見ているような状態になりますけど、そういう時は通常のワイルスイオンと変わりはありません。この効果が発揮される時っていうのは、横向きになった時ですね。例えば右側を向いた時に、右耳が枕に押し付けられるような感じになりますね。しかも、物理ボタンや、 タッチパネルって言ったものがありませんので、一切ここでコントロールすることはできないんですけども、そういった仕組みゆえに誤操作が起きないっていうことになります。ボリューム調整や再生や一時停止、次の曲を送るとかね、そういったものは一切できないようになっています。あくまでもアプリを使ってっていう形になります。そしてヒーリング音楽を聴いていたんですけど、やっぱりね、長時間ね、耳に押し当てている感じには正直なりますので、寝返りを打ってね、今度は左耳を下側にするとかね、そういった風に折り返さないといけないのかなっていう気はしますね。 小型でネホンといでとえどもやはり、ずっネホンに特化しているということで、普段使いの音楽用、もしくは運動中に使うとか、そういった用途もできないわけではありませんが、やはりカナル型で密閉度も高くなっていて、パッシブノイズキャンセリングですね、物理的に音を遮音する形状になっているゆえに、周囲の、ね、音が聞こえにくくなっています、そういった意味では、屋外で使うのはちょっとね、危ない面もあるかもしれませんので、 使用状況によっては注意しないといけない場合もあると思いますそして最後にワンモアのアプリの使用感についてお伝えしたいと思います今ですねこのように蓋が閉まっている状態になりますとペアリング登録はされていますがアプリとの接続は切れている状態になりますそしてこれを開けますとここ見ていただけますとねはい 今ね、自動で接続完了したことがわかります。その上でバッテリー残量がこちら左側、右側100、100%ずつありますよとバッテリー残量の表示。そしてこのケースそのもののバッテリー残量も出ているのが嬉しいですね。90%残りありますよということで、これも分かりやすくなっていていいですね。そして先ほどお伝えしたこのリスニングモード。音楽を聴くときと落ち着くというね、いわゆるヒーリング音楽とか、このまま寝落ちしたいなといったときには、この落ち着くのモードを選んだ方がよりね、 音はまろやかになってちっとりとした感じっていうんでしょうかね音色は若干変わってきますそして先ほどもご紹介したこのヒーリングサウンドっていうのがありますけどここで自分の好きなね こういった自然の環境音といったものをね、ここで再生することもできます。で、タイマー設定もありまして、30分で自動的に停止する。60分、90分、120分、最長で150分まで選ぶことができますね。ちなみにヒーリングサウンドのサンプルっていうのは、通常はここのヒーリングサウンドを開いていただいて、ここから今入っているものから選ぶこともできますけども、この右上の3本線を開きますと、ここにね、サンプルの音がこのようにね、プリインソールされています。今ね 一つ消しているんですけども消した状態であればプラスが1個現れましてここを開きますとさらに追加することができますアプリ上には最大で6種類ねダウンロード済みっていうことができるんですがそれ以外に関しましてはね追加と削除という形でプリセットねしておくこともできますあとですね重要な部分としましてはやはりね操作方法に関しましてのカスタマイズとかそしてイコライザーなどの部分は一切ありませんあくまでも操作に関しましては通常の音楽アプリで 再生と一時停止をしていただいて、そしてボリューム調整もやはりスマホ上のこういったボリュームの調整をする形になっています。もちろん、ね、繰り返しますけども、One More Sleep Buds Z30 には操作する部分が一切ありませんので、音楽の再生と一時停止、そしてボリューム調整はあくまでもスマホ上で行うということになります。 というわけで今回、ワンモアスリープバッツ Z30、いわゆるネホンのワイルスイヤホンについてご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか特に睡眠時に使って欲しいということで開発されているわけですけども、この小さなサイズ見ていただいて、就寝時にそのまま寝落ちしてもいい形状となっています。通常のワイルスイヤホンでしたら、装着したままですと、頭の向きによっては枕に干渉して耳が痛いということになりますので、そういった意味でね、この形状って本当に特化していますね。よく普段 からワイイヤヤレスホンをそのの就寝前にに使っってていいいいいる方にととはこななななかなかかいいんじゃないかなと思いますそしてね、ちょっと触れていなかったんですが、バッテリー持ち。前回のモデルよりも、なんとね、2倍のバッテリー駆動になっています。バッテリー持ちの面においても、この新しい Z30 に買い替えっていうのもいいんじゃないかなと思います。というわけでね、気になった方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひね、こちらから詳細をご覧ください。この動画良かったよってことであれば、高評価。そしてまだの方はぜひ、この期間にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた また次の動画でお会いしましょう。さよなら。